占ってもらったけど、もう一つ困ってることがあるの。ちょっとこれを見て。サラ、ハルジオンにいるのね。わかった、行ってくるよ。あなたは魔導士ですか？うん、さっき砂浜で変な動物に襲われました。これ以上放っておいたら私は大損害を受けてしまいます。あの動物を追い払ってくれませんか？報酬としてこの魔法の卵をプレゼントします。よ、みんな頑張って。すごい。よし、行くよ。見つけな。目立たないようにしなくちゃ。犯人にバレないように。もう、女の子をこんなに待たせるなんて本当に罪な人ね。あ、青い猫に桜色の髪、やっと見つけたわ。無理。ちょっと、えい。そうなんだ。調子良くないのはかわいそうだけど、悪人を捕まえないわけにはいかないわ。調べたわ。ナイツは乗り物に乗る。確かに私の勘違いみたい。ナツに反抗ができないならもう一人のサラマンダーが。サラマンダーのことは魔法屋の店主にでも聞け。俺は魚のことしか知らねえよ。本当はおいくらかしら。素敵な。それはちょっとおかしいような。気のせいかな。ギグニール、誰だお前。サラマンダ。ちょっとあんた失礼じゃない。サラマンダ様はすっごい魔導士なのよ。謝りなさいよ。カリンの報告。フェアリーテイルの魔導士。まあまあその辺。君たちの熱い歓迎には感謝するけど、僕はこの先の港に用があるんだ。さっきはありがとね。
お礼にお昼一緒にどう？あの皿。なるほど。てっきり行くに。サラマンダーズに見た目がさ。あ、人間じゃねえよ。イグニールはそんなの街の中にいるはずがないでしょ。私はそろそろ行くけど、ゆっくり食べなよね。ごっそうさ。あー、やめて、恥ずかしいから。船の上でパーティーって、通信バイバイのサラマンダーと同じ。さすがサラマンダーさんだね。あいつらを全員売れば、もう一丁。今の話、全部聞こえたわよ。観念しなさい。テールの魔導士だと。早っ。でも夏も言ってくれたし、私も船に乗り込まないと。先輩、そんなに慌ててどうした？あのパーティーなら参加できるのは女性だけだよ。ここに女性に変身できる薬がある。飲めば。先輩、綺麗だでしょ。どういたしまして。魔法教室に戻ったら先生によろしく伝えてくれ。ダメだ、やっぱ無理。ルーシー、騙されたの。細かい話は後回しっぽいね。逃げよう。私が戦うしかないわね。小僧、この船に勝手に乗ってきちゃいくんだろう。あ、
よ。今回は本当に助かったわ。魔法教室に戻ろうっと。先生、依頼のこと聞いたらなんて言うかな。私の力で一瞬で魔法教室に帰らせるよ。さあ出発だ。実際に依頼を受けてみないと普段欠けている部分に気づけないもの。良い機会だし、学んだ魔法を復習しましょう。よし、行くよ。うわだよね。よくやったわね。これからも修行を怠らずに実力を上げなさい。もしもっと成長したいと考えているならギルドに加入することも。仕事しながら仲間と高め合うことはずっと教室にいるより効率的。ああ、なんだか最近表現の雑用が多くなったけど。ああ、私から光栄な依頼を君に任せた。この壁をきれいにしてくれないか。ここには私の似顔絵が描かれているんだ。それなのに壁が汚れてしまって見えない。このままだと気分が悪いからきれいにしてほしいのだ。未熟なタッチだが私のかっこよさがちゃんと伝わってくる。ここに重要な手紙が数通ある。必ず自分の手で受け取り人のところに届けてくれ。おお、これはご苦労様。確かに受け取りました。ご苦労様。確かに受け取りました。ご苦労様。闇ギルドに襲われた親友同士。前に与えた仕事はよくこなしてくれたな。今回は特別に治安維持という重要な任務を。規則違反をした魔導士ギルドか。さっき大聖堂の近くで怪しい魔導士を数人見かけたよ。そっち行ってみたら。大体なんでこっち見てんだ。なんでその目は。やるつもりかよ。いけ。開け公平級の扉アフェリア。キラキラ
スナイパーライフル完走。ありがとうございます。おかげで彼らはもう来なくなるはずです。よし行くよ、みんな頑張って。そうそう、凍りつけになった男が街で暴れ出して手がつけられないんだ。どうか奴を止めてくれ。